チカレー動画をお届けしているそんなチャンネルでございます。よですね、千駄ヶ谷にありますブレイクさんをお持ち帰りしてまいりました。もうブレイクさんといえばカレー好きの方々ならもちろん、もともとね違う B というお店があったんですけど、そちらがまた新たにオープンしたということで、クワチャンネルの方でそちらの方を詳しく、紹介させていただいております。本日はねもちろんのことの、あの絶品の2種類をお持ち帰りしてきたんでご覧ください。本日のカレードン、こちらがブレイクさんのテイクアウトのメニュー表。本日はもちろんビーフカレーとキーマカレーのコンビネーション M をお持ち帰りしてまいりました。こちらがブレイクさんのビーフカレーと、そしてキーマカレー。こうライスの方におなじみの野菜も乗っかって、副菜も乗っかってます。いただきます。まずはそのブレイクさんのビーフカレーの方から。このね辛味の強いパターンのビーフカレー、きっちりスパイス感もあって、この夏には持ってこいっていう感じのカレー。あとはキーマカレーの方、うん、キーマカレーの方ももう肉感とこの味きっちり濃いめでめっちゃ美味しい。このシャバシャバタイプとライスがね、これまた相性がいいんで、うまー、やっぱブレイクだよわーっていう感じする。うまい、ビーフがやっぱうまいな。もちろんキーマカレーもうライスと相性抜群。ライスにサラダを盛るっていうのがもうブレイクさんのもう特徴中の特徴。こうトマトとかね、僕はサラダをねよくキーマカレーと一緒に食べてます。シャキシャキ感もきっちりあって味も濃いめなんで、サラダと一緒に食べてもいいっていう。ビーフカレーもね辛めでスパイス感もすごいある。そしてこのビーフね、このビーフ、うん、うまっ。しっかり味が染み込んでるからライスともいける。これはもう副菜というよりかはお漬物なんで、このままライスと一緒にもいきますね。さっぱり感もあってちょうどいい感じ。このどっちのカレーともに言えるんですけど、もうカレー好きの心をビシバシくすぐってくれるめちゃくちゃいいカレーなんですよね。うん、味の濃さだったりとかスパイス感だったりとかがもうカレー好きにはたまらないバランス。うん、もう一度食べたらハマってしまう、そんなカレー。ごちそうさまでした。もうねブレイクさんといえばの2点をご紹介したんですけども、どちらのカレーも最高で、やっぱりビーフカレーのねこのねシャープな切れ込んでくる辛さ、もう結構辛めなんですけども、こう嫌な辛さじゃなくて旨味のあるきっちりした辛さで最高。キーマカレーの方はね肉感とコーンの食感もきっちり感じれまして、味ちょっと濃いめで、それでいてスパイス感もきっちり感じる、両方ともねのカレーに言えるんですけど、スパイスも感じすぎずきっちりいい程度に感じれるっていう感じなんで、もう辛いけどどんどんスプーンが進んじゃう、でいて汗もかくんでね、こう夏にはぴったりの食べ物だなっていう感じはします。もうねブレイクさんといえばね森がねやっぱ特徴的な、もうセパレートされてきっちり2色の綺麗な森が特徴的なんですけども、まあお持ち帰りでもね味は もちろんもうそのまんまなんで、ぜひおすすめのテイクアウトでございます。はい、というわけでカレーにとりこだ生活でした。インスタツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さんまた明日、バイバイ。